皆さんこんにちは、えー、山田明でございます、えー、今回は直接会場に伺えないことになってしまいまして大変申し訳ありません Zoom、えー、でですね、えー、録画をして、えー、ご説明をさせていただきます、えー、今日は731部隊と上りと研究所定員事件捜査からの検証ということでお話をいたします この報告の目的はです、ね、まず最初に731部隊とり戸研究所を、これをです、ね、簡単にご説明いたしまして、この1948年に起きました定銀事件の捜査陣が明らかにいたしました、日本陸軍の秘密戦部隊の実態というものが何であったのかということですね。 捜査の焦点となりましたのは731部隊と登戸研究所、えー、あえてさらに付け加えればあのこれに6件ですね毒ガスの研究所、えー、それが捜査の,の中で非常にクローズアップされましたでとりわけです、ね、このおてぎ事件捜査の流れを左右した731部隊の石井四郎それから登戸研究所関係者の 証言、えー、まあ、これを通じてですね、えー、このまあ、2つの舞台、731と上戸研究所の役割というものがどういうものであったのかということをお話ししたいと思います。えー、まず日本軍の生物戦と731部隊ということで、えー、日本陸軍におきましてはですね、えー 貿易給水部という形で、この生物戦部隊が存在したわけですね。もともとはですね、1932年、陸軍軍医学校の貿易研究室、これが設置されまして、えー、これが731をはじめとする貿易給水部のある意味で母体となった組織であります。当時、石井四郎三等軍医生 えーまあ、これは普通の,あの軍人では少佐に相当するわけですけれども、えー、石井が主幹を務めました、えー。で、同年、ハルピン近郊のハイング、えー、ペインポってうんでしょうか、に関東軍貿易半島一、まあ、組目、鴨部隊が設置されます。 で、まあ、この最初からですね、最近戦に関しては、防御面は軍医学校、攻撃面、兵器開発と実戦は満州の部隊で進められるという、まあ、こういう役割分担が最初からあったようです。で、その後ですね、えー、1936年に関東軍貿易部が設置されまして、えーまあ、統合部隊という一区名称で呼ばれます。 う1938年から39年にかけてハルピン近郊房に、兵坊に本部、実験施設を移転したとで。39年のノモハン事件に際しては初めて、えー、現地で細菌戦を実施しております。で、このあと1940年8月に関東軍貿易給水部が設置されまして。えー まあ平坊の本部のほかですねボタン港、ハイラル、リン港、ソンゴに支部が置かれまして後に大連にも支部が置かれます本部の一区部隊名は1941年8月より満州第731部隊というようになりました、まあ、この731部隊という名称が今ではですねあの非常に有名になっているということですね 731部隊は約1300人、各支部もそれぞれ200人前後の人員を要していたと言われています。731部隊とです、ね、支部では、ペスト、腸チフス、コレラ、流行性出血熱、炭素などのです、ね、病原菌を研究し、それを兵器化いたしました。まあ、特にです、ね、あのペスト菌の 兵器化というところに非常に力を入れておりまして、陶器製爆弾、宇治爆弾と呼ばれるものです、ね、とペストのみによって、ペスト菌を大量散布する方法を実用化いたしました。で日中戦争におけるですね生物兵器の使用例としましては、えーまあ、あの1940年以降、ですね、えー、何度か 繰り返されておりまして、まあ、特に1941年、常、えー、徳作戦あるいは42年の撤巻作戦においてはですね、大規模なペスト菌の散布が行われたという記録が残っております。で、これらの他にですね、ノボリト研究所が対動物、対植物用の生物兵器の散布実験を まあ同抵抗周辺で行ったという記録もあります。で次にですね、あの日本軍の謀略戦とのぼり戸研究所ということで、のぼり戸研究所というのは、えー、陸軍技術研究所の中に、第9陸軍技術研究所、休憩という言い方をしますけれども、それがあののぼり戸研究所なんですね。 であの特に、まあ、あのこの全部で10ある研究所の中で、非常に特徴的なのは、第六陸軍技術研究所、これはあの新宿の百人町にあったんですけども、まあ、これはあの化学兵器の研究をやっていたと、そして9件が上りとです、ね、これ、秘密戦兵器の研究ということです。 登戸、えっと、研究所の組織構成はですねこのようなものになっておりまして、第1課、これはあの特殊兵器、電波兵器の研究開発で、まあ、その中にはあの風船爆弾なども含まれておりますし、怪力電波、複合兵器ですね、これはあの海軍では殺人抗戦といったような言い方がされていたものです。それから第2課、まあ、ここがですね、えーまあ、生物科学兵器。 暗殺用毒物などをやっていたところでして憲兵、えー、スパイ機材毒物生物化学兵器の研究開発ということですね、まあ、とりわけあのこの第1班第2班第3班といったようなところがこの帝銀、まあ、事件でも使われたんじゃないかというです、ねえー、暗殺用毒物の開発を行っていました。 それとは別に先ほど少しお話ししましたように対動物暴力兵器、まあ、敵国の食料生産に大影を与えるために家畜を殺傷する細菌あるいはウイルスの兵器化というようなことをやっておりました。で第6版というのはこれ食対植物暴力兵器これはもう枯葉細菌ですけれども。 これもあの敵国の食料生産に唾液を与えるということで、えー、要するに穀物類を枯らすう細菌うん、あるいは線、ま、虫、あ、とかですね、そういったものも器、えー、化しようとしていたと言われています。えー、それから、えー、と続きまして、あの登戸研究所、第3課では偽札、偽パスポート、偽証明書などがあここで、えー、作られていたということですね。 で第4課というのがありまして、これはあの量産工場でありました。まこれはあの1940年10月にですね、中央にいるのはあの昭和天皇の一番下の弟の三笠宮ですね、がこのノ戸研究所に視察にやってきた時の記念写真です。まこれはおそらくこの翌月からですね、風船爆弾作戦が始まるということで、えー、視察に、えー、来たんだろうというふうに思われます。 であの登戸研究所第1課は、ですねこのように、まあ、電波兵器、それから特殊無線機、ですねそれから富豪兵器とお、まあ、気球そのものを兵器化するという非常に特殊な、え社会的に見ても珍しい、えー、兵器開発を行っておりました。で、えーまあ、風船爆弾自体はですねアメリカへの暴力兵器として、アメリカ本当のかくを狙うと。 いうことで、えー、太平洋をまあ8000キロをですね横断する大陸艦、うん、横断兵器として、えー、使われました。で当初はですね生物兵器牛疫ウイルスを搭載するという予定だったんですけれども、おまあこれはの陸軍の中の判断で通常の爆弾や焼夷弾に変えられました。 で気球自体は和紙、それをこんにゃくのりで貼り合わせるという、極めて伝統的な技術と、それからあの気球を落下させないための高度維持装置という、ですね、えーまあ、比較的ハイテクな技術もここには盛り込まれています。まあ、これはあの、ボイト研究所資料館、えー、明治大学生田キャンパスにありますけれども、まあ、その展示室の模様です。 風船爆弾の1分の1模型を展示しております。これはあの実際のおこれはあの国らの造幣所で撮った写真ですけれども、おまああの気球が完成した段階でこのように膨らませる満球テストというのをやるということですね。このようにあのおまあ気球自体はですね、あの昼間はいいんですけど、お夜はあの 光が当たりませんから、気球が収縮してしまって、高度が低下します。まあ、そうすると、このバラストを自動的に投下をして、え高度を維持するという、まあ、こういう仕組みがこう、この風船爆弾にはですね、えーまあ、仕込まれていたと。で、最後はあの爆弾を投下するという、こういうものです。まあ、実際に9300発、風船爆弾飛ばされまして、えー、あこれ、ゴンドラ部分ですね。 これはの高度を調整するためのバラストが積んでありまして、えー、まあ高度が下がってくると、自動的にこのバラストが投下されるということですね。まあ、風船爆弾、実際にあの44年の11月から、ね、9300発飛ばされまして、まあ、およそ1000発が北米大陸に到達したと、こういうふうに推定されております。 えー、補給基地の事故で、えー、日本で6人亡くなっています。で、アメリカで、えー、もうですね、オレゴン州で、えー、この不時着した風船爆弾に触れた民間人が6名亡くなっています。で、第2課、まあ、ここがあのお非常にまたあ怪しいところなんですけれども、おまあ、暴略、うまあ、暗殺などですね、えー、かスパイ用兵器とおいったものがですね、この 開発された特に、えー、若干、地効性の毒薬、青酸ニトリールの開発に成功して、まあ、これが帝銀事件に使われた可能性というのが、まあ、当時からこう疑われていたところであります。えー、で開発にあたってはです、ね、1644部隊、これはあの中科貿易給水部っていうところですけれども、731の姉妹部隊みたいなものですね、ここであの人体実験。 まあ数十人に対して行ってこの毒薬の完成にまあ何て言うんでしょうねこう完成のためにこのような人体実験まで行われたということが分かっています。でスパイ用兵器憲兵資材ということでまあ非常にまたあの スパイ活動って主に憲兵がやるもんですから、まあ、こういうこの犬を迷わせる薬とかですね、そういうようなもの、あるいは時限爆弾とか、そういったものも開発をしておりました。えっと、第2課はですね、1943年4月、これはあの生産ニトリールの開発、暗殺用毒物の開発によって、陸軍大臣から軍港ありと認められまして、陸軍技術友好省というのを 授与されております、まあ、こういうあの、これはあのおバッジですね、希少です。で、これがあの、表彰状ですね。これはあの開発に当たったあの所長の篠田寮をトップにして、毒物の責任者であったバン・シ晩茂氏、まあ、こういう人たちが、えーまあ、受賞したということですね。で、ここにあの特殊理化学資材というふうにあります。 まあ、暗殺用毒物なんていうふうには書けませんので、えーまあ、これがその、まあ、当時、こういうようにですね一組名称で呼ばれていたとういうことがわかります、えーっと。植物用、対植物用の生物兵器ですね、さっきも言いました、えー、っと穀物生産に打撃を与えると、お小麦、お米、とうもろこし、じゃがいもなどを対象にした病原菌、カビ、センチュー昆虫。 これはニカメイチュウなんかが昆虫ですけども、まあ、それを兵器化して、実際に実験的に散布をしております。これはの中国の湖南省、道帝湖付近で散布実験を行っているんですね。で、対動物生物兵器、まあ、主として敵国の家畜生産に打撃を与えるということで、細菌やウイルス、まあ、特にこれ、開発したものとしては、牛液ウイルスですね。ですからウイルス兵器を またあの当時日本ではウイルスという言葉も使われていなくて、病毒素という,ような言い方をしてたんですけれども、まあ、こういう兵器の開発が行われました。えー、風船爆弾に搭載することを予定したということですね。えー、44年5月に散布実験で、これはあの韓国、まあ、当時あの日本、 量であったあ朝鮮のプサンの郊外の川の中筋でですね牛10頭を並べ粉末化した牛疫ウイルスを飛ばして感染させるという実験をした時のですねスケッチですまあ実際に牛10頭に感染しまあすべてが、えー、亡くなっていると死んでしまったということですで第三科はまあ日生ですね。えー 主に中国介石政権のお札なんですけど、米ドルやインドルピーも作ったということで、インドルピーはあの現物も確認されております。まあ、そもそもあの経済混乱を起こすための兵器として、日札が作られたんですけれども、おまあ、実際には物資を買い付けるということに結構使われておりまして、えー まあ物資調達の手段でもあったということですね。これはあの明治大学の校内、あの明治大学の生田キャンパスというのはノボリド研究所があった場所でして、えー、っとこれは2011年まで残っていた日札の印刷工場です。でこれがあの、まあ、あの未完成の日札。これはあの 検査で跳ねられたものですねあの印刷のズレがあって、えー、検査で跳ねられたものが、まあ、戦後、まあ、誰かがそれを保管していて、えー、ひょっこり出てきたものです。えー、っと40億円、当時、円と円はあは、のー、ほぼ同価値で40、40億元でもあるんですけど。えー 1945年の日本の国家予算が200億円という時代に40億円相当の偽札が印刷されまして25億円ほどが物資の集売に使用されたとされています。まあ、あの大戦末期45年の春以降はですね本当にインフレがこれは自札を流したからインフレが起きたんじゃなくてですね、えー 介政権がアメリカから軍事物資を購入することによって、えーまあ、軍事インフレが起きまして高額、えーまあ、紙幣が次々と出されるようになって日本側の定額偽奪というのはほとんど無力化してしまいましたですからあのインフレを起こして経済混乱を起こすために偽奪を当初考えたんですけどあの逆にインフレによって の方が駆逐されるというです、ね、非常に皮肉なな結果となりましたあとこの第3課ではですね偽パスポートなどもですね作られていて実はこの技術は戦後アメリカに注目されまして同じ仕事を戦後この登戸研究所の所員たちはですね、えー、横須賀基地の中で行うことになります第4課これはあの量産工場ですね 軽銀事件というです、ねまあ、銀行ごと殺人事件に付随しまして、えー、この捜査の記録というのが残っております。えっとまあ、当時あの、日本は1948年の1月に起きた事件ですから、えー、まだ占領中なんですね。ですから、治安の最高責任者は GHQ の公安局です。で、そのもとに警視庁があり、えー、刑事部長がいて。 まあ、殺人事件ですから捜査一課、それから、まあ、捜査二課がそれをに協力しまたあの捜査二課から選ばれた秘密捜査班というのがあ結成されまして、えーまあ、この捜査に当たったんですね。で、これ当時、まかれたビラでして、えー、と定義毒殺犯人捜査筆記ということで、まあ、あの日本の犯罪史上初めてこのおモンタージュ写真というの 使われたものです、まあ、こういうような顔立ちで、まあ、講談師って書いてありますけど一見医者または管理風と書いてありますね。で犯人はこんなものを所持していたというこれはあの毒を飲まされたのは16人いるんですけど12人の方が亡くなり、まあ、4人生き残ったんですね。でその生き残りの人たちの証言でこれが分かりました。 帝銀、えっと、のこの犯人はですね50歳前後、五尺二三寸、まあ、160センチ前後で,すでしょうか、え頭髪白髪混じり、鼻筋通る、うーまあ、上品で入腕っていうふうに言ってますね、講談師ってく大きくう書いてあります。 犯人の所持品ですね。えー、っとこの駒込み、えー、ピペット、駒込型ピペットというのでこう、毒をですね、お茶碗にこう非常に手際よく継いだということが分かっています。で、えー、実はこの、おこの帝銀事件の捜査では、ですね、えー、っと捜査一課を中心とした、これはもう中心。 私は、そ、まあ、主力なんですけども、それとは別に秘密捜査班というのを結成されまして、えー、捜査に当たるんですけど、実はその秘密捜査班の班長だった人がですね、非常にあの重要な証言をしています、えーっと。実は刑事部長は、その旧軍の秘密戦部隊の存在と、米軍によってそれらの人たちが、被護されているっていうのを知ってたっていうんですね。えっとこれがあの 成ヒ秀夫というです、ね、この秘密捜査班の班長の階層なんですけれども、えっと、刑事部長に呼ばれて、えー、このお何を聞いたかというとです、ね、刑事部長は雇用として戦時中大陸,で生きた大陸で生きた人間を細菌や毒物の実験材料にしていた秘密部隊があったというとおで米軍はその事実を知っていて元隊員を先輩にしないという条件 等公館に彼らに詳細なデータを書かせているとということでまあ、これはあの731部隊のことなんですよねでそれを刑事部長はもうすでにし最初から知っていてで、えー、まあ、そんなものがですね明るみに出ると大変なことだから極秘に捜査をしてくれというふうにこの秘密捜査班の班長に言うんですねところがですね 秘密捜査班だけではなくて、主力の捜査一課も、この軍の方をずっと洗っていくことになりますので、秘密捜査班だけではなくて、主力の捜査人も、この軍関係の捜査、非常に力を入れていくことになります。で、この主力の捜査班ですね。 え失礼しましまた、えっと、その捜査一課の係長、甲斐文介という人がいまして、この人がですね捜査本部でその各刑事が報告をする内容をですね書き留めているんですね。これあのお、全部で9巻にわたる記録でして、分量は2200。 89ページに及ぶものですこれがその捜査手記の一部です。これ全部じゃないんですけど、まあ、実際にはこの倍以上の量があります。まあ、あの非常にあのもう当時のわらばんしに書かれたな、まあ、走り書きのメモです。で、それによりますと、まあ、それはあの現在、提言事件の弁護団がこれを所有してまして、それをまあお借りして分析してみましたところ、 この定銀事件の捜査開始からあの、平沢貞道が容疑者として捕まるまでに、ですね、えー、と捜査本部では1798本の報告が行われておりまして、それはあの中に2通りのこと、あるいは3通りのことが書かれて、報告されていることもありますので、項目数でいうと2060項目に及びます。 でこの報告の内容ですけれども、軍関係,に関す軍関係者に関する報告が35%、それからにより、あのまあ、犯人に似たあ人を見たという情報ですね、あと通報当初が17%、自撮り、まあ、これはあの捜査の基本ですよねその、要するに事件が起こった周辺を徹底的にこう捜査することが12%。 医師薬剤師関係が8%、衛生防疫関係が7%ということで、これはの捜査本部での報告で、あの秘密捜査班の報告はこれはあの入っておりません。ですから、提言事件の捜査というのは、この捜査本部自体ですね、軍関係を重点とした捜査が行われたということが、この報告内容、報告の数から見てもです、ね、明らかであります。 でじゃあ、軍関係のどこに捜査の焦点が当てられたのかということですけれども、ちょっとあのお票はあの今回、省略させていただきましたけれども、軍関係者に関するもの、716項目、さらにあの細かく分かれていて、違う2つの組織について聞き込みをしたとかっていうのがあるものですから、全部で750最高あります。 でえー、っとこの項目別に見ていくと、一番報告が多いのは731部隊で173最高、23%、で次が登戸研究所、9件で13%で、次が毒ガスの6件で12%で、上位3機関でもうおよそ半分、うん、になるんですね。でこの後部隊軍医学校 この上位5機関でもう63%ですで、その他516部隊、これは関東軍科学部ですね、それからあその毒ガスとか毒物のを使った作戦の教育を行う習志野学校、実はここが一番最初にこのクローズアップされるんですけども、あと中野学校、特務機関関係が続きます。 で捜査対象となった陸軍部隊は、まず指揮機関でやっぱり参謀本部とか、陸軍科学研究所、兵器行政本部、軍医学校、獣医学校、えー、衛生材料省、良末省、造兵省と、まあ、こういうところがあるんですけれども、と、まあ、りわけあの注目を浴びたのが、まず科学戦部隊です、陸軍習志野学校、六軒、516、516の姉妹部隊である526ですね、これ、満州の部隊です。 それから次に生物戦部隊ですね、731、1644、まあ、その他の貿易給水部、それから群馬貿易省ですね、100部隊、それから、暴力戦部隊ですね、9県上りとですね、中野学校、86部隊、これはあの関東軍にあったですね特設憲兵隊です。 あと憲兵隊、それから国内にあった特設憲兵隊、それから海外にあった特務機関、こういうところが捜査対象となりました。もう大変あの多数の部隊がですね捜査対象になったということがわかります。で、実はですね、捜査一番最初に注目を浴びたのはですね、この犯人の遺留品と思われる名刺。 これはの実は提言事件本体ではなくて、えー、その提言事件が起こる前に2回、未遂事件が起こっておりまして、一番最初の未遂事件の時に犯人は、あまあ、実際、これあの未遂事件はあの犠牲者は出てないし、物も,も取られてないんですけれども、松井茂っていう名刺を出してるんですね。で これは実在の人物でした。戦時中、南方軍貿易給水部に在籍していた人で、実はこの人そのものもです、ね、怪しいというふうにです、ね、見られたんですね。これはあの先ほどの秘密捜査班がそれを使いました。これです、ナルチ班長の回想で、えーっと、松井博士が犯人だという当書が連日配達されたと。 でそこには博士、まあ、これ、松井茂ですね、理軍司令官として第25号軍政部衛生課長在任当時、土人を注射で200数十名殺害したとか、まあ、そういう悪い評判がです、ね、聞こえてきたというんですねで。下の方ですね、結局当、土人の殺,殺害の件は、チブス予防薬と破傷腹筋を間違えて注射した過失であると弁解したというんですね。 まあそんなことが、まあ、あ,ありうるのかという感じがしますけれども、おまあ、これちょっと捜査する方も乱暴で、捜査2課は戦犯を担当しているので、この事実を公にして、あなたを戦犯として、講師団に送ることもできるが、そうするかと、それとも捜査に協力してくれるかという、まあ、脅し,を,しをかけているわけですよね。でしかし、結局、あのー、松井茂自体にはアリバイもあって、 違うと、まあ、しかし軍の中にですねこういうことをやっている人たちがいたんだっていうことをお、まあ、まず、うん、警視庁は掴むわけですね。そして、えー、毒殺というですねそういうことを経験した人が焦点になります。で最初はですねその生産化合物が使われたっていうことは明らかだったので。 生産化合物、もしくは生産ガスを使っていたというです、ね、化学船部隊が浮上してきます。で、習志野学校がです、ね、最初にクローズアップされるんですね、でここでは体験容量といって、えー、その毒物を多くの人に飲ませる場合には、まず自分も飲んでみせるっていう、まあ、そういうあのマニュアルがあったっていうことが、証言からわかるんですね。 で実はこれはあの定銀事件の犯人がやったことそのものなんです。自分で飲んでみせて、こういうふうに飲みますっていうふうに飲、ま、自分で飲んでみせて、あの銀行員たちに飲ませるっていうんですね。で、この習志野学校は科学船、あるいは毒物の、まあ、実践教育をやると,ところですので、えー、っと、まあ、この、 毒物そのものを開発している六県とかあるいはあの関東区における奈良市の学校ともいえる五一六部隊ですね、えー、こういうところがこ浮上してきますそして生産ガスの解毒剤を製造していたということで陸軍良末省もクローズアップされるんですあの犯人はですね毒物を自分でも飲んでみせる、まあ、これはトリックなのかそれとも本当に飲んで えあらかじめ解毒剤かなんかを飲んでたのかっていうのはこれよくわからないんですけど、ですからあの捜査陣はですね解毒剤の方にもかなり注目をするんです。で、そしてその次にですね731などですね、え、これやスパイを毒殺したということが分かっている部隊が次々と上がってきます。731、1644、100部隊、軍医学校。で、実はですね731にこう非常に焦点が当たって 一番こう報告数が多かったわけですけどこれは実はですね石井志郎が9回にわたって、えー、この刑事にですね、えー、そのいろんな証言をしたことがやはり非常に大きな影響を与えていますまあ、ある意味でですね石井志郎はこの定員事件の捜査を操縦したというふうに言ってもいいかもしれません えっと一番最初にですね石井四郎に捜査員が接触したときに、731の前身に当たるですね部隊と、それからあのいろんな人名を石井から聞き出していますが、こう言ってるんですね、軍隊関係は聞かないでくれと石井の言と。ししかし この山形という人の名前を出して本件をやりかねぬ人物であるなんていうふうに言ってるんですね。しかし、まあ、ちょっと聞かないでくれっていうような言い方をしているということなんですけども、これはの捜査陣が最初に石井に会ったときなんですけど、2回目に会ったときはだいぶあのトーンが違うんですね。あの4月27日、これはの関係者の回想によりますと、石井志郎 自身がですね、捜査本部、目白の捜査本部にやってきて話したっていうんですね。で、えー、っと生産カリっていうのはあその、飲ませ方によって、少し後で効いてくるっていうことがあるのかどうかっていうふうに、その捜査員が聞いたところおこの、そういうことはできるというですね、どうでもできると。 いいうようよな言い方分量によって伸ばすことができるっていう言い方をするんですね。研究したものでないと分からぬっていうふうに自信を持って答えてます。で、そしてですね、これなんです。俺の部下にいるような気がすると。で、その731部隊関係者のところに君らが言っても言わぬだろうと。で、いちいち俺らのところに聞きに来るっていうのは、これはあの要するに、まあ、捜査。 を受けている731関係者が、その石井たちにですね、どこまで行っていいだろうかっていうようなことを聞きに来るっていうことのようなんですね。で、15年、20年先、俺の力で軍の秘密は厳格であるので、なかなか本当のことは言わぬだろうということで、まあ、その自分たちが抑えてるから、言わないだろうっていうんですねで、参謀本部も手を回して、聞いてやるということで、もう俺に任せろみたいな言い方なんですね。で 救急は石井さんの反動部隊であるというのは、まあ、石井がですね、上り人のことについて、俺が行かなかったので下っ端を集めて何かこそこそやっていたらしいと、いつでも俺のところへ来いっていうんですね。で1回目とは打って変わって、えー、俺のところに何でも聞きに来いっていうふうに、えーまあ、さっきは話したくないって言ってたのがですね、えーまあ、数日のうちにあの態度が変わってしまったんですね。で捜査陣も これはあの重要なあの情報が得られるに違いないということで、今度3回目に聞きに行ったときはですね、えーそのお、先ほどの直後なんですけど、今度は千葉に行って、えー、その石のところに行って聞いたんですけど、おかんえー、っと連絡を兼ね、一面。 泣き落としの意味で石井氏を訪問したということで、とにかくあの情報が足りないので、えー、とにかく石井に泣きついて情報を得たいと。ところがですね石井は、過半,半来、新中軍のトムスン中将、まあ、注意の誤りかが石井のことを調べているというんですね。 研究は全て天皇の命であったので天皇も先般であるとの意味でそれに関する尋問の即記録を石井氏は涙を浮かべて、えー、見せてくれて立腹していたとで、まあ、こんな話をですね捜査員にして怒って見せているんですけども実はそのトンプソンのお取り調べっていうのは この時行われたんじゃなくて、実は2年前に行われている話なんですよね。ですから、こんな時に、えー、あの持ち出して、ですね怒ってみせる必要はないはずなんですけれども、結局、ですね、えー、種々苦情を申され、なんらうる点がなかったっていうふうに、です、ねえー、捜査員も全くこう無駄足に終わったと。ですから あのこの辺りがどうも石井の作戦みたいで、えー、何でも俺に聞けって言っといて、で聞きに来るとまた突き放して、えー、で、捜査陣はどうなったのかっていうと、次、4回目はですね、ピース4個を届けたと、貢、まあ、ぎ物を持ってですね、えー、石井のところに行くということで、えー、要する生産管理によって死ぬる時間の相違、えー、生産史、公主史と同じだって言うんですね、ゆるゆると。 じじわじわととと殺すことができるとでフィルムの話をしたところ実験した写真は全然ないってこれ大嘘なんですけどもお平気で言うんですよね、えー、部下の中で平上がりの憲兵注意チョ,コレートチョコレート生産狩りを入れてチョコレートに生産カリを入れて人を殺したっていう、まあ、こういう証言をしていますでえー、っと これはの石井から6回目の聞き取りなんですけれども、まあ、いろんな人の名前を出したりして、でえー、捕虜運搬憲兵がやったと、憲兵指揮官、えーまあまあ、おとずっていうんですか、おずっていうんでしょうか、あ何がし四44、5歳だと。この年齢、非常に重要でして、要するにあの定義の犯人って50歳前後っていうことですから、あのまあ、これ、かなり怪しい。 という感じですよねでこの中では憲兵の指揮官、音、え、坪、ー、が一番よく似ていると。で清流、赤、まあこれは抗、まあ、日勢力のようですけども、殺したのは音坪であったと。チョコレートの中に生酸、うん、カリを入れて飲ませたっていうこですよね。でこういうあの 怪ししいい人物のことをいくつか出してますで,、えーまあ、ですからこういうふうにですねそれなりにあの面白そうなっていうか捜査人が興味を引くような情報を次から次へと石井がですね提供したものですからあの捜査人は731にこうどんどん傾斜していくんですね。でところがですね、えーっと だんだんこの秘密戦部隊ですね、個人暴力活動、暗殺なんかを担当していた、そういうところがあの浮上してきます、旧堅中野学校特務機関、新疆特設憲兵隊、これは86部隊ですね、それから中野実験隊という中野にあの、中野学校もあるんですけど、その隣に。 あの憲兵学校があって、その中に中野実験隊という,う、そういう,う、まあ、スパイ活動の実験をする隊があったんですね、それから特設憲兵隊ですね、で、捜査本部はですね、結局、このように化学船、生物船、秘密船関係の諸機関、諸部隊のほぼ全容をお、まあ、捜査の中で把握したと。でえー 事件が起きたの1月26日なんですけど、7月頃には、陸軍の個人暴力を実施する機関、部隊にかなり接近をしておりました。で、6月25日に刑事部長からの指示で、特殊任務関係者、特に軍関係にですね、焦点を絞れということで、うん、えっとこれ、先ほどのチラシなんですけれども、ここに医療・貿易、 消毒含む、その他薬品取り扱いに経験あり、軍の関係は特にっていうふうに言ってるんですよね。ですから、相当この軍関係怪しいぞということを、まあ、そういうふうにこう捜査当局が睨んでいたことが分かります。で、問題はですね、使用毒物なんですけど、生産カリや生産ナトリウムいったのは一般人でも生産。 入手可能なんですけど、軍が開発した生酸ニトリール、これ、登戸研究所で作ったアセトンシアンヒドリンの別名なんですけど、これはまあ一般人では入手不可能ですよね。で、実はこの生酸ニトリールというです、ね、特殊な毒薬については、その捜査員が6月26日に報告をしておりまして、元9県、登戸研究所のバンシ茂雄証言。 でここで生産狩りとは思えないという証言を得ているんですね。で、こういう,うに言ってます、小林小川のコンビがですね、長野県に出張して、元陸軍技術中佐、まあ、本当はあの少佐なんですけど、バン氏業43歳、バンさん自体にはあのあのアリバイがあったんですけれども、この求県で生産ニトリールっていうのを開発したっていうですね。 えっと生産ニトリルは生産と有機物の合成に吸犬が特殊なものを加えて作ったあ作ったと服用後胃,胃の中に入ってから3分から78分経つと生産が分離して人を殺すとおいうですね、えー、致死させる生産ニトリルは液体で透明、えー、味はあ喉を焼くような刺激はあるが臭みはないとお1人一人分 2cc のアンプルに入って で続きを見ますと、昭和16年5月から人体実験をしたと、南京病院、1644部隊です。で、実験を始めたと、嫌であったが、慣れると一つの趣味になったと、自分の薬の効果を試すため、相手はシナの捕虜を使ってという言い方をしています。で、俺が先に飲んでみせるから心配しなくてもよいというふうにして飲めと、こうやってやったとですね。 でまあ、あのどういうふうに死ぬかっていうようなことがこう知る証言されていて、でこの提言事件の状況は生産狩りとは思えないと、生産狩りはさじ加減によって時間的に経過させて殺すことはできぬと、おまあ、すぐ聞いてきちゃうというんです、ね、私にもしさせれば生産ニトリールであると、つまり少し後からあ聞いてくる毒物の方が、この大人数を殺すときに都合がいいっていですね。つまり ちょっとでも早く1人が飲んでしまうとすぐに効いてきてしまうんですね、あの生酸カリの場合。だから少し後から効いてくる生酸ニトリールのようなものの方が他人数を毒殺するには都合がいいんだというんです。で、私にもしさせれば生酸ニトリールであると。で,すね、で、青酸ニトリールを飲ませた場合、生酸は検出できるが他の有機物は発見せぬと。おーっていうんですね。 で新聞に警視庁の鑑識課が生産化合物と言ったと、これは死闘な言であると私は思うと、生産狩りとあとで聞いたが、これはの新聞報道のようですが、私の実験の結果、生産狩りとは私の実験の結果からは思えないというふうにこう強調しているんですね。で、あの実はあの他の登戸研究所の書員も似たようなことを証言していたり、あるいはあの、 生産ニトリールは廃線時にアンプルで2三百3 0 0本持ち出されていると、これはあの自決用に使うんだということで、えー、陸軍省や参謀本部関係者が持ち出したけれども、実際にそれでえそのお自決した人はどうもいないと、だからそれが出回ってるんだっていう、こういうことを証言しています。でしかしあの、事件自体はですね8月に名刺班先ほどの松井名刺をずっと追っていったグループがですね、 えっとそれを名詞、松井名刺を根拠にして、えー、っと日本あっと北海道で、えー、っと画家の平沢貞道を逮捕するんですね。で、えー、っと平沢さんはあの確実に松井名刺を持っていたはずなんだと。で、実は松井茂っていう人はですね、誰に名刺を渡したのかっていうのを記録に取っていて、えー、でそのお名刺を、 もらったはずなのに、持ってないっていう人は怪しいっていう、まあ、こういうふうに警視庁は睨んだわけですね。で、平沢さんは、つい名刺を持ってなかったと、事件当日のアルバイトが不明確、それから銀行に関連した、これ、非常に軽微な詐欺事件を起こしているとこういうこと、それから、えー、被害相当額のお金を預金していると、まあ、18万円盗まれるんですけど、小切手も含めて、えーっとまあ、十数万の預金を、まあ、 近い日付でしてるといるでですねでまあこれはあの平沢真犯人説っていうのはどうしてもあの今に至るまで、えー、怪しいと言われておりましてこの被害者の面倒し最初の面倒しでですねあの定義んて生き残った4人が面倒しするんですけど誰もこの人物だっていう,うに特定していない断定した人はいないんですねそれからあの1ヶ月にわたる厳しい尋問で、えー、完全にあの 抗菌状態になってしまった抗菌症状が出てしまった平沢さんはですね、えー、っと9月になって、えーまあ、その自白をするんですけれども、まあ、ちょっと異常な言動観音様が何かこう梅枕に立ったので私はあ犯人であることを自白しますみたいなですね、まあ、こんなようなことを言ってますでそもそもですねこの平沢に毒物の知識は全くと言っていいほどなくて で捜査によっても、ですねこの毒物の入手経路は判明しませんでした、最初、捜査員に平沢氏は、ですねど,のどういう毒を使ったんだっていうのは、塩酸を飲ませましたって言ってです、ねで、塩酸と生酸では全然違うわけですから、あの、まあのまおよそ毒物の知識がないということがわかります。 でしかしです、ね、この平沢さんが捕まったことで、何か捜査の流れは変わってしまうんですね。もともと4月に石井志郎は生産仮説を唱えてるんですね。で先ほど、万志雄さんも同じく7月4月に生産ニトリ説を唱えてたんですけれども、9月に万志雄さんは捜査会議に出席しまして、帝銀毒物事件の技術的の検討および、 所見書っていうのを、ですねノボ,ボイト研究所にいたあ土方博との連名で提出するんですが、その結論は、使用毒物は純度の比較的悪い工業用生産狩りで、入手の比較的容易な一般市販の工業用生産狩りであると断定するっていう、ですね、えー、操作初期における生産ニトリール説から生産仮説に大きく転換をするんですね。 でこれはなぜなのかということなんですけれども、実はこの毒物が何であるかということで、かなり犯人像が変わってきます。で、実はの裁判過程でも、バンさんはこの捜査会議と同様の証言をしていてで、これがですね、そのかなり決め手になって、毒物は生産狩りであると。で、毒物がも生産ニトリールであ,ってあれば、一般人では入手不可能。 ででありますので、まあ、犯行は旧軍関係者っていう線が強くなるんですけれども、生産カリだったら一般人でも入手可能だとで、犯行は平沢でも可能だっていうことになるわけですよね。で、使用毒物が生産カリだっていうふうにこう専門家によって断定されたことが、ですねで先ほどの自白と合わせて、平沢犯行説、平沢有罪、そして死刑という、ですねこういうあの線を作っていくことになります。 で結局、そのバンさんの証言ってどうして変わったのかっていうことなんですけれども、この40 1948年という低銀事件があった年は、あのまあ、米ソ冷戦が激化し、中国の国境内戦が非常に厳しくなる、そして、えー、朝鮮半島が南北に分断された年ですね、2つの政権が成立します。GHQ のの中でも力関係の変化化をして、えっとまあ、民主化の 中心だったあの民政局からですね、まあ日本を反、日本を反共の防波堤にしようという参謀二部、ウイロビーが中心の参謀、ね、二部の力が強まっていくと。で、実はこの参謀二部のもとに、民間諜報局、さらには公安局、そして警視庁があるという、公式指揮関係がこうなっているんですよね。そして、当時ウイロビーは旧日本軍の軍人を利用しておりまして、えー アリスエ機関というです、ね、元参謀本部第2部長、陸軍中将、アリスエ製造を使って、いろんな情報収集をさせています。で、アリスエは、これの、マッカーサーを厚木に迎えに行った人物でして、対連合国陸軍連絡委員長というのを務めていた、それから後には中流米軍顧問の肩書、この停銀事件当時はこの肩書ですね。 で実はアリスへのさじ加減で旧軍人は戦犯になるかならないかがこう決まっております。で、このアリスへはもう完全に GHQ 側についているわけですから、このアリスへに睨まれるとですね、えー、まあ平気で戦犯になっちゃうと。で、えー、っと戦時中ですね、陸軍の参謀本部で作戦課長をやっていた服部拓司郎なども、このウイロビーにかくまわ、あ、れて、えー 当時、軍人は公職追放になってたんですけど、堂々と第一福音局私立調査部長を務め、引き上げ援護局資料整理部長も務めているということなんですね。731部隊関係者は、GHQ、えー、まああの GH Q まあ、米軍のさまざまな調査が行われていて、えー、っと45年にサンダース・レポート。 ですね、これはあの内藤良一がサンダースを騙してです、ねえー、その人体実験については否得してましたそしてさっき石井四郎が憤慨してたというそのトンプソンの尋問が行われたんですけど1946年のことなんですよねで、えー、実は大きく流れが変わるのは1946年末にソ連が石井四郎らの身柄引き渡しを要求しますでこれに対してアメリカ側はですね、えー まあ、石井たちを引き渡すのがいいのか、それとも引き渡さずに、えー、彼らを囲い込んじゃうのがいいのかということで、えー、っと47年4月から6月に、これ、フェルレポートっていうのができるんですけども、731部隊員の戦犯面積を条件に、人体実験データの提出をお、まあ、あ石井四郎がまあ申し出たとこういうことが、あここに。えー ヒ昼レポートっていうのは次に、47年の10月から12月に作られるんですけども、アメリカ本国に731部隊員の保護を求めるレポートになりました。そして、それらを受ける形で、アメリカ本国、アメリカ3省調整委員会、この3省は陸軍省、海軍省、国務省ですけども、その極東省委員会で731関係者の面積と秘密扱いを決定します。そして 47年の8月にはですね、同小委員会が生物線データの価値は、戦犯訴追よりも重要だっていう勧告をするに至るんですね。ですから、その彼らを戦犯として裁くんじゃなくて、むしろアメリカ側に囲い込んでしまえという、まあ、こういう流れができます。そしてここののののの48年の定元事件の捜査の中でもでもすねこの GHQ と旧軍人たちが接触をしている、それから GHQ が日本軍の秘密事項について口止めをしているということがあの資料の中からわかります。えっと、731にもいた元軍医大佐の早川清はですねこう言っているんですね、最近に至って GHQ の吉橋という2世を通じて私たちの身柄を保証してくれると米軍では申し。 もし米ソ戦争が開始された際には身柄は早速、米本国へ移すことになっていると聞いていると。えー、最近、戦術の優れた点もずい,、えー、いく分認めておるらしいというんですね。で、えー、GHQ で調査された際、関係者同士、事件については絶対口外せぬよう制約したのであるから、勘弁してくると。えーっともう 絶対公害しないと、つまり、秘密事項、日本軍の秘密事項については捜査員に対しても言わないと。しかし、生体解剖の件も戦犯にならぬことが最近分かったので申し上げた次第ですと、復元すると。で、GHQ では本件に関しては秘密を厳守するが、お前たちの方から墓穴を掘るようなことがないよ,となないようにと。警察官の中にも共産党割と。 警察官にも口外せざるとのことであると、何万かの部下を保護するためにということで、えーまあ、旧軍組織を守るということと、それから、えーまあ、情報がですね共産党関係に漏れたりしないように、とにかく警察官にも話しちゃだめだというですね制約を GHQ との間でしたっていうんですね。えー、そして、えー と捜査員はですね服部拓司郎やアリスエのところにも話を聞きに行くんですけども、アリスエはですねこういうふうに言ってるんですね。えー、っとアリスエは軍の秘密を聞くのは GHQ の関係で無理であろうと。だからそのもうアリスエはこのことよく分かってますから、その軍の秘密をこう捜査員がですねずっと追及していくのは無理だと、GHQ の関係で無理だと。でこれを聞かずに,に写真 モンタージュ写真などから行ったがよかろうっていう,うですね言っています。で、結局ですね、731に関して面積っていうのが、ですねあのアメリカ本国も認めてたんですけど、まあ、ちょうどこの提言事件の捜査が行われている時期に、ですね、えー、とその面積の範囲が、まあ、上りとなんかにもこう広がっていくんですよね。で 帝銀事件捜査中の48年4月から9月初めまでの間に GHQ の介入がありり戸研究所関係者へも米軍が接近したというんですね。でこれがあのバンさんの見解が大きく生産ニトリル説から生産仮説に変わってしまう最大の要因かと思われます。えっとこれはあの戦後バンさんが手記を書いてるんですけれども。 この昭和23年、1948年の春ってですねで、ここはですね、その登戸研究所の第三課長、山本健三さんの話をしてるんですけれども、この続きに、ですね山本の言うところのいわゆるギブアンドテイクの相互関係による交渉の結果と、つまりこれ、ギブアンドテイク、つまり、登、え、戸、ー、関係者もですね面積する代わりに協力しろっていう、このギブアンドテイク。 で,すよねえー、で、その自分もですね、そういう関係を結んだと、それがその40、20、昭和23年の春なんだというんですね。で、この、まあ、この国に山本さんのことを中心に書いてますけれども、実はそのこのバンさんも山本さんと一緒にこの米軍にこう取り込まれていきます。そして取り込まれただけじゃなくて、米軍の中で、 この関係者は、ですね、上りと研究所の関係者は横須賀基地に集められまして、GPSO ・政府印刷補給所というところに集められまして、えっと、中国、北朝鮮、ソ連などのパスポートとか、身分証明書などの偽造に当たったっていうんですね。 でこれはですね、あのここにあったということが分かっています。これ、横須賀基地で、ここにあの航空母艦がこう止まってますけれども、この場所、これ、もともと日本海軍が建てた建物で、でここにこの GPSO があったとこういうことが確認されています。まあ、GPSO なんて旗持った、まあこれ、そらく慰安旅行かなんかのようですけど、この真ん中にいるのが、あのノボイト研究所での偽札の責任者で山本健三です。 でまあ、こういうふうにです、ね、あの面積っていうことと同時に、旧軍関係者がアメリカ軍に取り込まれていくということなんですね。で、それは、ですね提言、まあ、事件の捜査が行われている最中に、その一方でまだあの戦犯追及っていうのが広く行われている時期に、ですね全くのダブルスタンダードで、その戦犯に相当するような人たちを、 保護していくっていうことがあの堂々と行われるようになっていくと。で、その対象になったのがこの731やのりと研究所のおにいた人たちであるということなんですね。で、まあ、米軍がですね、731やりと関係者への面積をしたっていうのが、まさにこう、事件捜査にもう介入したっていうこと、つまりあの日本軍の秘密事項を 話すんじゃないぞっていうふうにですね、こう言って回るわけですよね。これをまあ、大きな占領政策の曲がり角です。戦犯追及と戦犯面積というですね、ダブルスタンダードがここで生じています。つまり、戦争責任とか戦争犯罪の追及よりもですね、ソ連に対して優位に立つっていうことが優先されたっていうことなんですよね。まあ、そういう意味ではですね、ここで。 GHQ と、それからその意を借りて、えー、その要するに、えー、自分たちの言うことを聞かなかったら戦犯にしちゃうぞとお、助かりたければ、その秘密事項は話さないで、えー、い,いたらどうだっていう、まあ、こういうふうに旧軍関係者が、ね、関係者をこう説得して回るということで、トイギ事件捜査自体は行き詰まってしまうんですよね。 ですから、まさにその戦前の日本軍というものと、それから戦後の、まあ、GHQ による支配という、ですね、ちょうどその転換点に当たる時にですね、帝銀事件の捜査というのが行われていたということなんですよね。ですから、まあ、戦前と戦後をつなぐ事件であると。事件そのものに政治性というのはあまりないんですけど、しかし、その、 政治的にですね処理され始めたとということなんです、ね、特に731上りとそしてまあ6件も含めてですね、えー、その旧軍の秘密っていうのがここで、えー、明らかにされかかったんですけれども結局またここから闇の中にこれらの秘密があ、まあ、封じ込められていくと。 であの常石さんたちがですねようやく80年代1980年代になって731についてこう明らかにするまでですね長い間、えー、その闇の中にですねこう封じ込められてたということなんですねはいえっ、ー、と今日はですねあの 研究所、それから731部隊というものを、をどんなことをやってたのかということと、石井四郎、それから登戸研究所の伴茂雄氏、こういう非常にこう、提言事件捜査にですね大きな影響を与えたと思われる人々についてもですね、お話をいたしました。 ちょっとまとまりがなくなってしまいましたけれども、とりあえずこれで私のお話を終わりにします。どうもありがとうございました。参考文献と、上、まあ、りと研究所資料館、今ちょっとコロナであの臨時閉館中ですけれども、またコロナが収まればぜひおいでいただければと思います。よろしくお願いいたします。